うるま市石川中学校の家庭科クラブでは、新型コロナの影響で活動が制限された校内の運動部の生徒らを励まそうと、4人のメンバーが洋菓子を手作りしました。洋菓子はそれぞれの部活の代表に手渡しでプレゼントされ、受け取った生徒たちは嬉しそうに感謝を伝えていました。みんなでお家帰って食べます。初めてなので嬉しいです。味わって食べたいなって思います。コロナで夢を失う人とかもいるので、できるだけ自分の夢を叶えてほしいので、頑張ってほしいので作りました。メンバーは日頃の感謝の気持ちを込め、教職員らにも洋菓子をプレゼントしていました。